こんにちは、久永です。本には3種類あると思います。過去を言葉にしているもの、今を言葉にしているもの、そして未来を言葉にしているもの。で、書く人にとっての過去が読む人にとっての未来になるものってあると思うんですね。私がすごく好きなのは、20代にやっておくべき50のことみたいな、どうしてもやはり年を取らなければ見えない世界というのを、それを知っている人が言葉にしてくれる。で、そこから学べるものってたくさんあると思うんですね。で、ただこの50のことって言った時に、よく私が80対20の法則とかで言うんですが、本当にこれがあったから今の自分があるというものもあれば、まあやらないよりはやっておいた方がいいよねというものもあると思うんですね。で、また特にこの学生とか若い人にとってみて、卒業までに何をやっておけばいいのかって悩むと思うんですね。内定から卒業までの1年間、この有り余るこの時間も体力も有り余ってる。だけど社会人になってからはもうそれが下手すると退職するまで永遠に来ないかもしれない。そんな自由な時間をどう使えばいいのかで聞いてみると、いやもう社会人になると遊べないから遊んでおけとか、体鍛えておけとか、英語勉強しとけ、旅しとけ、本読んどけ、資格勉強しとけ、恋人作っておけ、また出会いがいっぱいあるから恋人と別れてフリーになっておけとか、まあ、いろいろあると思うんですね。で、その中で今回はまだ私は20代なので、20代にやっておくべきことは書けないんですけれども、卒業までにやっておくべきことというのを7つに絞ってみました。で、そこで、まあ、私、まあ、せいぜい私レベルにしかならないかもしれないんですけど、まあ、一生懸命こう苦しみながら、まあ、頑張っている現役、そして卒業までにはこれをやっておいた方がいいということを言葉に今回してみたので、それをいつものブログに載せました。で、まあ、当然ブログは無料ですので、この7つのうちの1つも2つも誰かの役に立ってもらえたらいいなと思うので、ぜひ使ってみてください。